さあ行くぞ。みんな離れます。スタートしました。ほぼ揃いました。さあ先行争いです。まずは内から4番のノーズ・ザ・ワールドを押して先頭に立っていきます。間から10番ペイシャー S、 さらには11番のウェルカムニュースも先段へ。その外からは13番帝王ドレフォンと15番ベストリーガード、その2頭が抜けていきますが、先頭ベストリーガードがわずかに取りました。13番帝王ドレフォンが2番手、3番手11番のウェルカムニュースがつけて、その内からは10番ペイシャー S、 最内4番ノーズ・ザ・ワールド、1コーナーのカーブです。かなり立ったのはリードがなくなって帝王ドレフォン、さらには11番のウェルカムニュースと先段3頭固まります。サインスの外から上がってくる9番のナチュラルハイ、先段は4頭固まって4コーナーから直線へ。さあ先頭今度は帝王ドレフォン、ベストリーガードが打って食い下がる。その外からはウェルカムニュースが今3番手前の2頭に迫ってくる。さらには9番ナチュラルハイと14番バルツァーシャル、追い込んでくるのは7番のアルーブルト。さああと 100m、バルツァーシャルが抜けた。大阪は3番の北野龍王の追い込み、今2番手に上がってきた。バルツァーシャル先頭でゴールイン、3番手がアルーブルト。スタートしました。フォーダッシュ13番帝王セールス切りました。5番のクイーンズメリッサは今日も後ろからです。先行争い内の各馬が出ていきました。1番のワルツオーラン、芝生の上からダートに足元変わって1番のワルツオーラン、差がなく外を通って8番の名将天水、真ん中からは2番のサンライザームール、3頭の先行争いです。それから4番手6番のメタマックスが続いて、内から4番のプルパレー、外を通って10番のエンペザー、中段7番のダガヌクリステルが1馬身差で追走、13番帝王セルス、その外15番デシエルと並んでバックストレッチの中ほど坂を登っていきます。中段のややカーブを目指します。今度は先頭2番のサンライザームールに変わりました。13番帝王セルス2番手400切りました。その外6番のメタマックス、3番手4コーナーから直線を向きます。さらには7番のタガヌクリステル、それから8枠の2頭14番スマートフルス、デシエルとは4番手5番手争いだ。先頭2番サンライザームール、サンライザームール2着を切りました。並んでいった13番の帝王セルス、この2頭が後ろを離す。あとは3番手14番のスマートフルス、7番のタガヌクリステル、その後ろに15番のデシエルと、先頭は13番の帝王セルス、帝王セルスゴールイン。2番手接戦、内2番のサンライザームール、外14番のスしました。おっと11番セリオスタラが大きく遅れました。4番の名将ヨドラが好スタート、好ダッシュ、まずは先頭体半分のリード。5番のティンクが2番手につけますが、その外からスーパーがっていく。9番のキャットファイトが先頭に変わります。そして外から10番のキャプテンネキが2番手につけて、オフフライン 2コーナーを回ります。さらに12番のジークルーネが今2番手から先頭に並んでいきました。その後は2馬身差、13番イフェイゴン、間に5番ティンク、内は4番の名将ヨゾラ、それから2馬身に離れて1番のラブスコール、10番のキャプテンレキが3番手、そのインコースに4番の名将ヨゾラ、さらには13番のイフェイゴン、間からは5番のティンク、さらにそのから14番に石野ティアモ、そしてまだバフューンの中、中段の位置に6番スティールブルー、4コーナーを回って直線へ。さあ前の争いですが、ジークルーネを捉えてキャプテンネキ、内から9番キャットファイト、さらには13番イケイオンと3番のマスクオールインが突っ込んでくる。さあ先頭は13番のイケイオン、そのから3番のマスクオールイン、そして6番のスティールブルー、ようやく追い込んでくるが、先頭イケイオンがゴールイン、13番イケイオン。スタートしました。
まずは揃って最初は水砲、1番ザ・メイダン、高ダッシュ、早くもヒバシンのリード、2番メモリーズ・オブ・ユー、7番トモジ・アリア、10番ロード・トゥ・フェイム、最初の水砲ジャンプ、水しぶきは上がったが後方まで無事クリアです。続いて生垣、前はキエツ、先頭1番ザ・メイダン、リードは2馬身ほど、2番手2番メモリーズ・オブ・ユー、3番手は12番グラエウス、4番手内に7番トモジ・アリア、さあ1、2コーナー中間度障害、生垣ジャンプしていきます。前は1番ザ・メイダン、障害をクリア、そして9番セブンデイズ、あとは7番トモジ・アリア、これから4コーナーです。前は1番のザ・メイダン、ダートに入ってリードは2馬身ほど、さあ直線に入っています。2番手は2番メモリーズ・オブ・ユー、そして外へ切り替えて9番ロード・トゥ・フェイム、そして大外9番セブン・デイズ、さあ残り 150m、 前は1番ザ・メイダン先頭、2馬身のリード、差を詰めていく9番セブン・デイズ、9番ロード・トゥ・フェイムがようやく3番手に上がった、前は入れ替わった、9番セブン・デイズ抜けて合理、2着は1番ザ・メイダン、3着わずかに10番ロード・トゥ・フェイム。スタートしました。ボボ揃いました。外18番名将サチダケ好ダッシュ。まず先行争いです。間から8番ゼルトザーム出ていきます。ゼルトザーム、名将サチダケ。そして3番手は今6番ランザロープスの体勢です。その後固まって上がっていきました。エコロブルーム今4番手集団。外はフェリーに、あとは大気バンクール。さらには10番のバレルターン固まっています。外からシトラール、その18番名将サチダケ、4コーナーをカーブします。これから直線コースへ、フェリーニが今3番手、さあ先頭に向いて今度はどうか、頑張っている内、8番ゼルトザーム、ゼルトザーム内をついている6番ランザロープスです。追い込み勢はフェリーニ、そして大外から追い込んできた5番ノーブルロジャー、ノーブルロジャー早くも先頭だ、200を通過した、抜けている、リードが2馬身3馬身、間から懸命に追い込んでくるエコロブルーム、あるいはウォーターリフト、5番のノーブルロジャーゴールイン、ノーブルロジャー快勝です。最終関門、ゲートインが終わってスタートしました。揃ったスタートを切っています。まずは2番シナモンスティック、促して出ていきますが、並んで11番リバーラ、さらには1番グレートゲイナー、外は並んで4番アーティグジア、先端3頭、前から5頭目3番ファイアダンサーが行って、さらには8番ファロロジー、そして15番のシュバルスカイザーと固まって、これから3コーナーカーブに向かっていきます。後方には7番フレッチア、あとは6番ロンドンプランが続いて、そして14番サンライズオネスト、そして13番コムストックロード、2馬身離れて外を通って後方に9番ディビナシオン、あとは5番鳳凰ノーサイド、最後方16番オールバルベ、さあ残り 400m、 4コーナーカーブ、前は固まって直線に向いています。前は1枠2頭、1番グレートゲイナーと2番シナモンスティック、そして4番アーピークジア、馬群の中3番ファイアダンサー、外からは15番シュバルツカイザー、馬群の中7番フレッチア、8番ファラロジ、そして14番サンライズオネスト、広がってくるが1番グレートゲイナーか、4番アーピークジア、15番のシュバルツカイザー、広がってゴール、外は12番の森のドリーム、そして14番サンライズオネスト、